はい、こんにちは。フォトショッパーの塚本です、えー。いつもご覧いただきありがとうございます。またですね、フォトレタチ教室2024がですね、4月から、えー、開始されます。それに先駆けてですね、えー、3月2日の土曜日10時からですね、現行の初級コースの最終回の、えー、ライブ配信をですね、行う予定にしております。なんで、3月2日の土曜日10時からですね、ライブ配信を行いますので、よかったらこのチャンネルでご覧ください。 で今回のですねその4月から始まるホトレ立チ教室なんですけどビジネスコースっていうのもですね追加、えー、されました最近はですね写真館様であったりとかそういうプロフォトグラファー様のですねあの講義をさせていただくっていうことが多くなってきましたので今回ですねぜひ、えー、このコースもですね含めてご検討いただければいいかなと思っておりますよろしくお願いいたします ほなですね、今回は何しましょうかっていうところなんですけども、生成 AI あるじゃないですか。あれがですね、あのー、まあ、標準解像度2000ピクセル ×2000 ピクセルで生成されるもんでございますから、どうしても生成拡張した時にですね、ボケてまうんですよね。その辺をなんとか調整できないのかなっていうところでございますのと、こんな時に生成 AI 使ったらいいんじゃないかなっていう、ちょっと提案であったりとか、ちょっとまあ、あの、こういったまあ特徴があるよっていうところを、まあ、ちょっと深いところまでですね、ご紹介できたら いいかなと思っております。こな最後までよろしくお願いいたします。やっていきましょう。はい。というわけでですね、3月5日どうぞよろしくお願いいたします。早速なんですけど、あのー、皆さんは1月17日2024年の1月17日からクレジット化されましたよね。 なんで、えっ、ー、と、ここの Adobe Creative Cloud をクリックしていただいて、ホームのご自分の名前のアカウントの部分、アカウント管理っていうところをクリックしていただきましたら、まあ、こんな感じでご自分の名前と、右上にちっちゃい、なんか、あの、青いパックマンみたいなのが出てくると思いますので、クリックしていただきましたら、ここにですね、クレジットっていう形で利用可能って出てくると思います。で、えっ、ー、と、980円のそのフォトプランでしたっけそういった方はですね、えっ、ー、と、250クレジットもらえると思います。はい。 なんで、月々250クレジットなんで、まあ、そんなに生成 AI しない方にとっては全然ね、あの、余裕なクレジットだと思いますし、オーバーブルバイだなっていう感じはしました。で、えっ、ー、と、あと僕はアドビストックも契約しておりますので、なんで500クレジットもらえるっていう形で、750クレジット月もらえるっていう形になります。そんなに気にされずにですね、どんどん使っていただいても大丈夫なんじゃないかなと思います。で、今回のその生成 AI の問題っていうのがですね、やっぱりこの改造 だと思います2000ピクセル ×2000 ピクセルしか生成されないということなので、まあ、こういった画像あるじゃないですか。後ろがボケている画像っていうのは、そんなに気にならないと思うんですよね。切り抜きツールをクリックしていただいて、こうやって伸ばします。伸ばします。で、で、でこのまま画面上の塗りですよね。で、生成拡張しますね。で、OK をします。 はい、えー、生成されました。で、まあ、あの、バリエーションも出てますけど、まあ、今回チェックだけなので、で、見ていただいて、そんなに違和感はない。まあ、ここちょっと違和感はあるけど、 あんまり違和感はない感じはしますので、やっぱりボケてる画像やったらそんなにき、あの、違和感はなく生成できるのかなっていう印象ですよね。だけど、やっぱり、あの、ちょっと絞ってピントが少し来ている画像っていうのは、どうしてもですね、えっ、ー、と、こっからボケ、こっから生成された、こっからボケてるっていうような形になってしまうわけなんですよね。なんで、例えばこの画像なんですけど、えっ、ー、と、釣りをしている人がいる、右側がもう少し欲しいなっていう時に、えー、と生成拡張で、もうこっちの方に持っていきます。 はいで、えー、このままま生成しますでやっていただいたときに、めっちゃわかるわけなんですよね。やっぱりちょっと絞ってると。まあこんな感じで生成されました。まあどれでもいいんですけど、とりあえずこれでいこうと思います。そうすると、まあこのような感じですよね。拡大してみると、やっぱりこっから、わーっと。 結構来てるなーっていうのがわ <laughs> かりますよね。なので、まあこれをですね、どのようにレタッチするのかっていうことで、テクニック1、生成レイヤーの調整っていうのをご紹介しようかなと思います。で、生成拡張であったりとか、生成のスブルスをすると、生成レイヤーっていうのができるじゃないですか、ここに。ね。で、プロンプト書いたらそのプロンプトの名前がここに出てくるとは思うんですけども、この生成、 レイヤーって、あのー、スマートオブジェクトの特徴を持っているんですよ。ど,どういうことかというと、あの、フィルターにレイヤーができるっていう特徴があるじゃないですか。その特徴を、この生成レイヤーを持ってるんですよ。例えば、この画像を、ここから、はっきりさせたいとするじゃないですか。例えば、シャープであったりとか、あとは、そうだな、ハイパスであったりとかっていうのはあるじゃないですか。例えば、ハイパスを使いましょう。画面上のフィルターからハイパスを使います。なので、その他ですよね。で、ハイパスを使いますと。 で、ハイパスを使いましたら、この部分が、ほら、グレーになるじゃないですか。まあ、そりゃそうですね。いつもグレーになりますよね。これぐらい、まあ、3ピクセルぐらいにしましょうか。で、こんな感じです。で、OK を押すじゃないですか。で、グレーなので、で、オーバーレイにするわけなんですけども、あの、ここをオーバーレイにしてもうたら、こう、下の画像が、 出てきてしまうんですね。背景のこの伸ばした部分の白い部分が出てしまって、生成された部分、生成レイヤーが全部消えてしまうんですよ。なので、ここをオーバーレイにしてはダメなんですね。なんで、ハイパスを使う場合は、ここ。ハイパスレイヤーっていうのが、さっき言ってた通り、あの、スマートオブジェクトの特徴であります。フィルターが出てると思いますので、生成レイヤーにも。なので、このハイパスのここ。ここ。これ。 これが描画オプションと言われているものなので、これをダブルクリックします。描画オプション、ハイパスって出てくると思いますので、ここでですね、描画モードをオーバーレイにしていただくと。はい。ほんなら、 ちょっとオーバーレイが効いて少しカリッと、うん、<laughs> カリッとしたのかなっていう感じの、えー、少し調整がかかりましたで一応レイヤーがですねちゃんと残ってくれているのでダブルクリックしていただきましたらもう少しちょっともうちょっとはっきりできへんかなとかねやっていただければいいんじゃないかなと思いますはいただこれでもやっぱりちょっとぼやっと感はその否めない画面左側の画像を見てみたらやっぱりノイズが 結構乗っているじゃないですか。なんで、こういった場合も、やっぱりここにもノイズを乗せた方がいいかなということで、このままフィルターに行きます。で、ノイズを追加、ノイズを加える、をクリックします。で、どれぐらいのノイズを加えたらいいのかっていうのをもう画像を見ながらやっていただければいいかなと思います。で、まあ、例えば、今回は5%ぐらいノイズ加えますかで、 ガウス分布の方がいいかなと思います。で、もちろんグレースケールノイズの方がいいかなと思います。で、やっていただいたら、なんで、さっきよりはだいぶ飛ましになったんちゃうかなと思ったりもしています。これスマートオブジェクトの特徴を持っているっていうところだけでもですね、あの、覚えておいていただいて、あとですね、ここ、えっ、ー、と、ハイパスを使う場合はですね、この描画オプションっていうのを使っていただいたらうまいこといくと思いますので、ぜひやってみてください。C って言うなら、ちょっと間欲しいよね。 間、もうちょっと隙間欲しいっすよね。はい。で、こういった場合は、もうこの投げ縄ツールでもうぶった切りましょう。えっ、ー、と、ぼかし0でやってる方多いと思うんですよね。このぼかし0で。0よりもぼかし5の方がエッジが滑らかになると思うんですよ。なんで、5ピクセルぐらいちょっとぼかしていただいて、で、まあ、ちょっとこう、 ちょっと話したいから、こういう,うにこうに、こう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 やって、こうやって、こうやって、こうやって、この辺にしようかな。ね。あんま違和感ないところがいいですからね。で、こうやってするじゃないですか。ほんなら、こっちに選択範囲ができると思いますので、もうこれ移動ツールでこっちにもうずっと持ってきますよね。で、これぐらいまで話そうかな、ね、いかいなってって、やるじゃないですか。で、えー、エンターを押していただいて、コントロールと D で選択範囲解除しときます。で、次に、 このまままた同じように投げ縄ツールをクリックしていただいて、ここ選択したら、あの自動選択ツールとかで選択したら、なんかあのガタガタが残っちゃう可能性が高いので、なんでこれもちょっと周りをこう囲った方がうまいこといくと思います。じゃあこうやって、こうやって囲っていきます。はい。で、囲っていただいた選択範囲ができると思いますので、生成の湯つぶしします。で、これもプロンプト書かないでそのまま生成していきましょう。 ま、こんな感じで生成されました。うまいことね、本当に生成自体はめちゃめちゃ綺麗にしてくれますよね。あ、消しちゃった。生成してくれますよね。なんですけど、やっぱり見ていただいたら、まあ、このボケてる空はそな気にならないのかなと思ったりもしますよね。うん。まあまあいいでしょうっていうところですよね。なんですけど、やっぱりこの草かな。ちょっと若干ピントありますもんね。<laughs> ちょっとやっぱりこっからボケてるなっていうのが、まあ、これだけ拡大したらわかるのかなっていう感じです。これなんや。 はい。っていう状態ですよね。ここから、ああ、これとかも特にそうですよね。はい。なんで、こういった場合もですね、ここはノイズがあんまり乗ってないんですよね。なんで、ノイズが乗ってないので、とりあえずハイパスは入れときますのね。はい。なので、フィルターから、えっ、ー、と、ハイパスいきます。その他ハイパス。はい。で、まあ3ピクセル。まあ2ピクセルでいいか、今回は。2ピクセルに OK を押していただいて。で、ここですね。はい。ここダブルクリックしていただいて。で、えっ、ー、と、これを、 オーバーレインしてオッケー。まあこれでも全然やっぱりね、あのー、ピントが来るってほどのことではものではないですけどね。はい。で、えー、続いてですね、やっぱりノイズが元々ないっていうことなので、今回はノイズを加えるではなくってカメラローフィルター行こうと思います。このカメラローフィルターもいけるんですよ。 なので、あの、結構意外といろんなものできるんですよ。フィルターからです。カメラローフィルターもいけるし、歪みもいけるんですよね。もちろんシャープもいけるんで、まぁ、あ、いろいろ試していただければいいなと思います。なのでカメラローフィルターのところで、ちょっとほら、若干のノイズが乗ってるじゃないですか。でもこのノイズって、まあどちらかというと、このカメラローフィルターの効果の粒子に近いと思いますので、例えば粒子を5ぐらい入れていただいて OK をします。そうすると、 ちょっとはやっぱりマシになるんちゃうかなと思ってありました。どこで、どこやったとか言って、わかるっちゅうねな。はい、この辺。ちょっとやっぱり、あ、ちょっと乗りすぎやね。ということで、カメラローフィルターもう一回ダブルクリックしていただいて、そうやね、この画像やったらもう3ぐらいでいいっすね。3ぐらい調整しました。ほな、だいぶと、 落ち着きましたね、やっぱり。うん。やっぱりちょっと粒子であったりとかノイズであったりとかっていうのを加えていただくと、ノイズが大きかったらノイズといいと思いますけど、このようにあんまりノイズがない画像、カメラローフィルターの粒子入れていただくだけでも全然違うのじゃないかなと思っております。でこういう感じでですね、生成レイヤーをですね、調整していただいたら、だいぶ飛ばしになりますので、また皆さんもやっていただければいいんじゃないかなと思います。 はい。で、これでですね、テクニック1終わりということでございます。続いてテクニック2。これはですね、リペアに使いましょうということです。このリペアっていうのは僕が勝手に言ってるわけなんですけど、まあ、お直しですよね。椿自体を、まあ、消さんでもいいですけど、消したとするじゃないですか。例えばですよ。はい。なんで、ここ、画面左側のこれですよね。削除ツール。クリックしていただいて、 はい。こうやって、え、囲って、こうやって囲みましたよね。で、この状態で OK をします。はい。そうすると、あの、椿は消えると思います。せ生成、あの、削除ツールで。はい。 消えましたけど、なんかこの辺ぐちゃぐちゃじゃないですか、ほら。なんかもう、なんかもう、もって感じじゃないですか。で、こういった場合にですね、リペアでもう一発使うんですね。なんで、投げ縄ツールクリックしていただいて、で、ちょっと変なところ、こういったところとか、こういったところ、こえ枝がなくなってしまったとか、こういったところとか、こういったところとか、ここは情報があった方がいいから、こうやって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 ってやるじゃないですか。で、これも生成ノリスしで、プロンプト書かないで生成していただいたら、 はい。まあ、こんな感じでめっちゃ綺麗に作ってくれるんですよね。なので、削除ツールを使った後になかなかこう、うまいこといかへんなっていう場合はですね、後でもうお直しで、あの、リペアで生成 AI を使っていただいたらめっちゃ綺麗にですね、作ってくれますので、まあこういう感じで、うん。まあね、椿なくしてもたら何の意味もないですけどね。はい。 っていう感じでですね、えっ、ー、と、テクニック2はリペアに使っていただいたらめっちゃ綺麗にできるよということでございます。ただ、まあ、あの、改造とは2000ピクセルる2 0 0 0ピクセルですけどね。はい。はい。じゃあ最後にですね、テクニック3。これが選択範囲の濃度。これ僕見た時びっくりしてしまってあ、あの、もちろん僕も結構いろんなね、あの、海外のフォトショップをめ、あの、やってる YouTube されてる方のあの、動画とかいっぱい見たりするんですよ。 ほんなら、あの、この動画を上げてる人がおって、すごいと思って、ちょっとね、あの、サメの動画見たことありますちょっとやりましょうか。はい。僕が仕入れた情報は皆さんに情報、あの、お伝えするっていうのが、もう、情報情報ですから。じゃあ次に、えっとね、これね、あの、普通の水槽ですっていうか、水族館です。で、この水族館の画像を、えー、に、例えば、サメの画像を入れようと思います。投げ縄ツールでいいですね。サメを、 おこうかなと思います。例えばですよ。はい。で、ここにサメって入れますね。サメ入れます。で、えー、っと、生成します。こんな感じでですね、サメができるわけなんですね。で、色合いとかもすごいいくて、ちゃんとあの、サメっぽくなってるなっていう感じはするんですけど、なんか濃くないっすかその他の画像に比べて、水槽の上に貼り付けてるっていうようなサメじゃないですか。どう見たって。まあ、色はええ感じですけどね。 で、ここでですね、ちょっと、えー、面白いテクニックがあったんですよ、動画で。で、えっ、ー、と、まあ、背景レイヤーもう一回クリックしますね。で、この状態で、画面左側の、この、これ、これ見てください、これ。これ、クイックマスクモードっていう名前なんですけど、ここ、クイックマスクモードを、これ、ダブルクリックしてください。一回ね、ダブルクリックしてください。ほんなら、真ん中にですね、こんな、クイックマスクオプションっていうのが出てきます。で、これを選択範囲に色をつけるにチェック入れていただいて、OK をします。OK ですかこういう風な、こうなると思います。 はい。真ん中が白っていうか、まあ、うん、白になると思います。この状態で、これで黒で塗ったら先ほどの100%と一緒じゃないですか。あの、投げ縄でーると、えー、同じ形になってしまうじゃないですか。で、ここをね、クリックするんですよ。はい。描画色、背景色の描画色クリックしていただいて、ここをですね、もう30%ぐらいの薄さにするんです。だから、これ50%すると、もうこれぐらい、めっちゃ薄くさるね。これ、これぐらいしたのかな。で、これで OK をします。はい。 そうすると、まあ、このように薄い、ええー、と、黒ができるじゃないですか。グレーができるじゃないですか。で、これでですね、ブラシツールで、例えば今のところを塗ります。この辺を塗ります。ちょっと、まあ、硬さもゼロにしときましょうか、一応。で、こうやって塗ります。な,ならめっちゃ薄いですよね、こうやって。薄く選択されると思います。こんな感じで。 オーケーですね。で、薄く選択されましたよね。で、この状態で、また、クイックマスクモードをクリックします。ほんなら、あの50、50%以下なので、選択範囲は出てこないんですよ。だけど、一応選択されてる状態なんですよ。なんで、この状態で、えー、と、生成、塗りつぶし、クリックします。で、サメって打ちます。はい。で、これで生成します。さあ、そうすると、先ほどは、なんか濃いサメやったじゃないですか。で、水槽の上に貼り付けたような、 サメやったと思うんですよね。だけど、この薄く選択された選択範囲の濃度を落としたやつですね。濃度を落としたやつで生成するとどんな感じになるかちょっと見てみたいと思います。はい。見てください。さっきのそのサメと比べて、なんじゃこれははい。これでいこうか。さっきのサメと比べていただいたら、これが今のやつですね。で、これが先のやつ。ほら、来ない濃くないですか <laughs> ほんまにほんまに。これ、ほら。 どうすかほら。ね。というわけで、あの、濃度によって、もう出来上がるもんが変わってくるみたいなんですよ。だから、今、結構30%で適当に塗ったやつが、ま、こんな感じだったと思うんですけど、もっと薄くしたら、また違う感じが出てくるんですよ。で、もっと濃くしたら、またもっと濃くなっていくんですよね。だから、濃度によって、全然出来上がりが違うんです。これ面白い。これを、あの、海外の YouTuber さんで見ました。<laughs> すぐ言うっていうな、そういうのを。 という感じです。これ面白い。で、僕がよく見ているユーチューバーさんで、あの、ちょっと面白いのがあったので、それもちょっとご紹介したいと思います。それがですね、油絵。油絵。油絵。みな、これも見ましたかね皆さん。これ結構 YouTube 見てる方はね、見てると思うんですけど。はい。 この女の子がこう水槽の中をこう通ってるような画像があるじゃないですか。で、これもですね、例えば、えっ、ー、と、普通にですね、で、選んで、例えば、生成塗りつぶしで、で、ここの部分に油へと打ちます。油へと打つじゃないですか。油絵と打つじゃないですか。で、これで生成すると、まあ、こういう感じで、 あの、油絵の絵の具がバーって飛び散ったような感じになってしまうわけなんですよ。ね。なんですけれども、これも先ほど言った方法で、画面左側のこの、これ。これですね。クイックマスクモード。クリックしていただいて、で、ブラシツールですね。ブラシツールをクリックしていただいて、で、まあ、これぐらいにし,してみようかな。もっと薄くしたろうかな。もっと薄くしたね。これぐらいにしたろうか。はい。 これぐらいにして OK するじゃないですか。で、えー、次にちょっとブラシを大きくして、で、こうバーって塗ります。で、この時に注意点なんですけれども、あの、不透明度でやらない方がいいです。不透明度って基本的には塗ったら、あの、塗り重なっていくので、た、例えば30%で塗っても、残りの70%、30%で、っていう形で、どんどんこう濃くなってしまうんですよ。なので、せ、あの、描画色、背景色の描画色を、あの、薄くした方がいいですよ。 はい。で、とりあえずバーって塗る、塗、塗りましたね。塗り損じるのないのに塗ってください。もしくはこれ塗りつぶしツールとかでも方がいいですね。あ塗りつぶしツールでしたっけまあ、いっか。で、ここ。はい。クイックマスクモードをクリックしました。で、この状態で生成塗りつぶしで何打つのかというと、えーと、油絵ですね。いきましょう。これで生成してみます。はい。 めっちゃおもろい油絵ができましたよね。こういう感じでですね。まあ、薄く濃度を変えることによって、あの先ほどみたいなこうベチャっとした油絵あ、あの絵の具がですね。まあ、このように綺麗な油絵にすることができるわけなんですよね。これも面白いなと思って。もう僕のチャンネルでもご紹介したいなと思ってご紹介をお重くそパックってしました。はい。なんであのちょっと cm しながらですね。僕の昔の娘の可愛い写真もですね。ちょっと油絵にしてみようかなということでございます。<laughs> はい、というわけで,です、ね。 ね、これかわいいでしょめっちゃ3月2日にですね初級コースの最終回の、えー、ライブ配信を、えー、またこのチャンネルでやらせていただきますのでぜひですねご覧くださいどんな感じでライブ配信してるのかなーっていうのも見ることができると思いますんで、えー、ぜひですねご覧ください、はい、あとビジネスコースの話もですねまたその時にゆっくりとさせていただこうかなと思います油はい まだ、あ、お仕事されている方もね、たくさんいらっしゃいますし、もう最近は本当にね、なんだ、えー、と写真館の方とか、プロフォトグラファーの方からですね、あの、セミナーのご依頼とかいっぱいやっていただいてますので、あの、そういった方にもですね、フォトショップの教室っていうのを開きたかったので、お取り立ち教室から始めていただいたらいいんじゃないかなと思います。ぜひですね、楽しみにしておいていただければいいかなと思います。3月ぐらいからですね、募集の方始めようと思っておりますので、またですね、えー、その時になったらご紹介したいと思います。 はい、ほな、できましたね。なんか、ブスやな。